はい、PC スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、こちらの ML60 ですね、前回もご紹介させていただいた LED ライトなんですけど、前回は開封動画アップさせてもらって、今日はこちらを実際にね、ライティングテストを行っていきたいと思います。いつも通りね、自分のスタジオですね、こちら幅4メートル、奥行き5メートルで、天井の高さ3メートルになるんですけど、ちょっといろんなライティングでね、この子を使って遊ぼうと思います。今は SL202 ですねの LED で撮影してますけど、その子はね一旦なしで、まずこちらで1灯で撮影、後ほど2灯ライティングでちょっとね遊ぼうと思います。でこのモノブロックタイプの LED なんですけど、拡張性が結構あるので、この傘穴を使っての傘ライティングと、あとブラケットですね、 S2 ゴドックスマウントから望遠スマウントに変換できるマウントアダプターもご提供いただいたので、それを使ってこちらのゴドックスの 70×100 結構大きめのソフトボックスを使っていろいろね実験してみたいと思いますので、興味ある方は見ていってください。はい、じゃあまず一発目はまずダイレクトにこの子を使って自分に照射しようと思います。自分に直当てしようと思います。はい、ちなみに今 SL200 を消して ML60 だけ、1灯だけ光をつけようと思います。よいしょ。はい、今、ML60 をですね、カメラの高さよりも50センチぐらいの高さですねから自分を照射してます。影がしっかり出てますね。これリフレクターなしで使ってます。明るい、もう十分明るいですね。一灯ライティングであれば全然ダイレクトに向けて撮影する分には全然問題なく使えますね。でおさらいなんですけど、 0.5 メートルで73,000ルクスの明るさを誇っているので、今 100% でね照射してるんですけど、目は開けれますけど結構眩しいは眩しいです。はい、はい、じゃあまずこれが1発目ですね。で2発目は付属のリフレクターですね、ゴドックスマウントのリフレクターをつけて自分を照射しようと思います。位置は変えずにそのままくっつけます。はい、こんな感じですね。影がちょっとエッジがね柔らかくなりましたよね。で周りがちょっと暗くなりました。あの真ん中の方に集光されているので、あたりは周りは暗くなったんですけど、真ん中はね明るくなりました。ちょっとねさっきよりやっぱ眩しいです。この芯の位置にど真ん中に立つと結構眩しいですけど、こんな感じですね。はい、はい、じゃあ続きましてアンブレラをねつけようと思います。でリフレクターはね干渉するので、リフレクターは外します。で傘を差します。はい、で光がね漏れないぐらいの深さで刺します。これぐらいかな。はい、そして回転で高さはさっきぐらい、これもねほぼ真正面から当ててます。よし、これぐらいだとどうかな。はい、ちょっと柔らかくなりましたね。傘の映り込みが映ってますね。こんな感じです。はい、ML60 優秀だな。もうこれ一灯だけで結構綺麗なライティング組めますよね。うん、いい感じですね。はい、これが傘です。もう至って普通の、白傘ですね。直径1メートルぐらいの、白傘です。はい、じゃあ続いてこちらのゴドックスの 70×100cm のソフトボックスを使ってライティングを行っていきたいと思います。でこちらはゴドックスマウントではなくて望遠スマウントになるので、こちらの S2 ブラケットを使ってこの望遠スマウントをねくっつけてライティングを行っていきたいと思います。はい、ブラケットをつけるので、まずハンドルをね1回取ります。ハンドルを抜いて、でこの S2 のブラケットを装着します。はい、ML60 はね円柱状になっているので、すんなり入りますね。これでね望遠スマウントがつくようになりました。でこのままこのソフトボックスね突っ込んでいこうと思います。はい、つきました。はい、こんな感じです。おお、素晴らしい。よっしゃ。じゃあ同じような位置にライトを設置します。ダボをつける必要がありますね。ダボよ。はい、このままライトスタンドに設置します。うん、どうだ。はい、こんな感じですね。ソフトボックスらしいなだらかな滑らかなグラデーションができました。露出安定してきましたかね。はい、ちなみに今プラス1段分の露出補正はかけております。はい、こんな感じですね。ソフトボックス 100cm×70cm のソフトボックスをつけるとこんな感じです。綺麗ですよね。はい、なんでね ML60 はね結構コンパクトなんですけど、いろんなねこういうアクセサリーをつけて格子とね変えて遊ぶことができます。非常にね優れた LED ライトになっていると思います。はい、じゃあもう一つね天井バウンスに変えていきたいと思います。じゃあ一旦ソフトボックスを外します。はい、ソフトボックス外してまたねちょっとハンドルをつけます。でこのままね天板していきたいと思います。天井バウンス、ちなみにリフレクターはつけてないです。どうだ。
はい、おお、いいですね、綺麗ですね。やっぱ炎色性高いですね。普通に使ってる蛍光灯の色がね汚いんですけど、この子は綺麗にライティングできてますね。はい、こんな感じでいろんなライティング組めますね。いい感じですね。なんか天板ちょっと威力薄いかな、弱くなるかなと思ったんですけど、全然十分効きますね。ちなみに ISO オートで撮ってるんですよね。 ISO 変えてみましょうか。 ISO がまあでも暗いか、ちょっと暗いかもしれないですね。はい、これで今 ISO 2000です。 ISO 2000で今天板かけてるんですけど、 ML60 で 100% の光量で ISO 2000の60分の1の F4 です。でこれぐらいの明るさになります。でちなみに先日買いました SL200 ですね、こちらの SL200-2 ですね、この子の方がめちゃくちゃ大きいんですけど、こちらを 100% で使った場合 ISO ね何ぼで撮れるのかちょっと見てみたいと思います。ライト組んでました。軽いな。今 ISO 2000なんですけど、 ML60 だったら適だったんですけど、これぐらいか、640か、 ISO640 まで落としました。はい、これぐらいですね。やっぱり SL200-2 の方がね光量ね明るいんですよね。もう今 100% なんですけど、光量で言えばこの SL200-2 の方が明るいんですけど、まあ ISO 上げればね全然この ML60 でも十分綺麗なね光焚くことができるので、まあ十分じゃないかなと思います。このスタジオね幅 4m、 奥行き 5m で、天井の高さが 3m なので、結構大きな空間なんですね。結構大きな空間を光でね満たすにはやっぱり SL200-2 の方がいいかなと思うんですけど、まあ6畳とかね10畳とかそれぐらいのワンルームのちょっと狭めの部屋で YouTube の撮影する際にはね、この ML60 で天板すれば十分明るいんじゃないかなと思います。でこのコンパクトさなんでライティングもねしやすいです。 SL200-2 はね結構大きいんで、それと比べるとねやっぱりこっちの方が運用はしやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はね多灯ライティングしましょうか。この ML60 と SL200-2 でライティング試してみたいと思います。はい、じゃあ次はですね、この SL200-2 を焚いたまま後ろにねこの ML60 を仕込んでみたいと思います。こういった感じで光をね当ててみたいと思います。こうすると自分が前に立てばこんな感じですね。はい、移動はできないんですけど、もう背景をねぶっ放すことができます。今 SL200-2 を天板してて、で後ろで ML60 を 100% の光量で焚いてます。で後ろちょっと明るすぎるなって思うのであれば、ちょっとね調光で 50% ですね。これで 50% です。あんまりぶっ飛ばしすぎるとね違和感出るかもしれないですけど、 50% ぐらいにすればこれぐらいのナチュラルな白飛ばしができます。 20% ぐらいにすれば、こんな感じですね。微妙な差なんですけどね、これね。ちょっと 100% また戻してみましょうか。 100% まで戻すとなんかもう背景がねすごい白く飛んでる世界になりますよね。はい、こういったライティングもできます。やっぱりねこれ一灯じゃねできないことを、こういう感じでね多灯することによって背景を飛ばしたりすることもできます。じゃあ続いてまた傘をね刺そうと思います。傘、はい、白傘、これをこのブラケットに刺します。よいしょ、もうサイドバックぐらいで一回ライトを焚いてみます。今後ろ側からねあの傘当ててるんですけど、ここら辺エッジがね立ってきましたよね。じゃあ続いてこの SL200-2、 このフロントのライトの方に天板ね使ってたライトをボドックスのこのソフトボックスをねつけてみたいと思います。こうするとはいぶっ飛びますね。そうだ、 ISO 変えて撮ってたんですよね。 ISO100 で撮ってみましょうか。ちょっと暗いな。ソフトボックスちょっと上げました。320、 ISO320 ちょっと明るいか、200かな。はい、200にするとこんな感じです。フロントの斜め45度からソフトボックス当ててます。で後ろ斜め45度から傘をね立ててます。こうすることによって顔にねすごい立体感出ますよね。ここら辺から明るくなって、でここ暗くなるんですけど、後ろの方からね当てることによってこんなバランスになります。はい、なんでね多灯するとねまた面白いですよね。雰囲気変わるんでね。はい、ということで、ML60 でねいろんなライティングを試してみました。でこの ML60 なんですけど、このスタジオ幅が 4m、 奥行き 5m、 高さが 3m ってまあまあ小さいスタジオではあるんですけど、一般的な部屋よりは大きいじゃないですか。でそういう場所でこの ML60 ってなるとちょっとやっぱ物足りないなっ
っていうことでメインライトの補助光的な使い方になってきたりとかはするんですけど、まあ、十分ね背景をね飛ばしたりとか補助光的な使い方もできたりとかで、 ISO を上げれば綺麗に光回すこともできますし、個人的にはすごい気に入ってます。でコンパクトなんですよね。 SL200 と比べてもね全然コンパクトで、ちょっとね種類が違う、目的が違うようなサイズになってるので、そこら辺はね比べるべきではないんですけど、 ML60 に関しては小回りがねすごい効くと思います。例えばね6畳とか10畳とかそれぐらいの狭めの部屋であれば、逆にねこの SL200 はでかすぎてコントロールしづらいと思うんですけど、これぐらいコンパクトな ML60 であれば小部屋であれば十分力をね発揮してくれると思うので、ちっちゃい部屋とかで YouTube の撮影とかねされてる方はこれ一灯をね天井に当てるだけでも十分ね雰囲気を明るくしてくれると思うので、ぜひ試してみてください。でねバッテリーも使えますし、あとサイズもねすごいちっちゃいので部屋がね小さくてもライティング組みやすいと思いますんで、ぜひお試しください。こういうねソフトボックスはねいらんと思います。もう天井バウンスとか壁バウンスでも十分光きれいに、ね、回すことできると思うので、一旦ねこれ試してもらって、もうちょっとライティングこだわっていきたいなって思われる方はこういうねアクセサリー買ったらいいんじゃないかなと思います。概要欄にリンク先貼っときますので、もしよかったら試してみてください。はい、ということで今回は ML60 を実際にライティングでねいろいろ試してみました。はい、ということで今回は以上になります。それではさようなら。